一方タークスサイド、もうすぐだ。ソン大丈夫かな。社に報告せねば言うてたけど、こんな状態で。チャプター14、終わりゆく世界、最終章かなこれ。ちょっと北条、私が見るとしよう。お前また変なこと企んでるやろ、ゾンに対して。医療班に任せ。そうよな、さすがにゾン結構信頼してもな、ルーファーズ。危険だ。まあローチェ見たらわかるしな。死んでない、北条博士。あの神殿で我々は何を見たんだ。科学者としてうかつなことは言えない。ただ一つはっきりしていることは、シンラは置いてきぼりということかな。なるほど。意見が一致したよ。こっちからもう何もできませんって感じか、シンラサイド。ザックスよ。メインピラーない。右、シンラビル。北条博士ならクラウドを直せるかもしれない。左、6番マコーロ。ビッグスを止める。マコーロ爆破を阻止。え、どっち選ぶかってことか。北条はやめとけ。そのリボンはマリンのか。髪が長くて銀色なの。セフィロスね。まいったな。もう一つ教えてよ。エアリスはクラウドのことが好きなのか。うん、きっとね。そうか、それはヒューヒューだね。ヒューヒュー。いや、ザックスやって。白マテリア。あ、エアリスの髪飾りか。クラウド、待ってろ。え、北条の方行くんじゃん。うわ、エアリス思ってや。こいつバリ男やん。あっぶねー。え、危なくないわ。電車かと思ったらちゃうかった。何、そっちが正解ルートでしたってこと。起きてください。エアリスよ。クラウドさん、時間ありませんよ。起きろ。え、助かったん、あの後。お、え、え、ザックスサイドよ。どういうこと。俺たちは死んだのか。星に帰っただけ。帰る途中。あ、夢ってことにしとく。あ、そういうこと。私の夢の世界。何を言って。確かにザックスもそうやもんな。諦めてついてきて。五番街すらメアリスの家、夢の世界。シノマテリアない、バスターソードもない。あ、そういうことか。死んだ後の世界か。お？一旦セーブしていい。少し歩こ。おかんとかおらんのか。マリンとか。空見ないでね。え？空見ない方がいいかなって。そんなことを言われたら見るだろ。そうやな、見るわ。だよね。私
こんな失敗多いんだ。先回りしちゃうの。うん。エアリスはこの状況分かってんな、マジで。空見ようぜ。すぐ見た。すぐ見るやん。何？普通に空見えたな。5番街スラム、スラム中心地区。あ、ねえねえ、あれ行こう。何？家具屋？あ、なや。じゃーん。クラウド、買って買って。何？ダメ？何を？何ギル？どれがいいんだ？クラウドが選んで。お前、え？お前が選べよ。変だぞ。やっぱり変だ。らしくない。お姉さんには、これが似合うと思うんだ。お前が選ぶなよ、一番。やっぱりクラウドに選んでもらおうっと。なんでエアリスそんなクラウド推しなん？何これ本当。ただだよ。ただ？でも一人一個ね。さあクラウドくんがエアリスさんのために初めてプレゼントを選びます。初めてのプレゼント選び。どれを選ぶのでしょうか。髪飾りかなあれ。髪束ねるやつか。おお。ピンクのバレッタ。金色、色は選ばしてくれへんねや。金色のブレスレット、絶対これやろ、中堅スタンプの人形。これだ。あ、ごめんね、それ俺が気に入ってるやつなんだ。ほな置くなや。なあこいつ。ほんとごめん、代わりにこれあげる。お、何それ。ごめんってば。全然ちゃうもんやけど。これもいいな。いいんかい。大切にするね。結局店員が選んでるやん。ええー、の。なんだよ。な、なんやねんの。長年のご愛顧、ありがとうございました。大閉店セール？ほんまに閉店する閉店セールあるんねや。じゃあ次は。あっち行こう。手つないでる普通に。ザックスとかおらんし、なんかめっちゃ平和やぞ。うわー、ガム、キャンディー、あ、駄菓子屋。坊ちゃん、ジョーちゃん、どれでも好きなのを持っていきな。いらんな。でもね、一人一つだよ。うん。どれにしようかな。死ぬ前の儀式か。これもまだ選ばされんの。スタンプチップス、コスモキャンディー、チョコスティック、スタンプやろ。俺はこれだ。じゃあ、私はこれ。あ、いいよ。ああ、そうだ。それもいいけど、新作があるんだ。待って、結局、こいつらが選ばしてくるやつをもらうんじゃん。新作？いただいちゃおう。あ、なにこれ、パイナップルグミ。召し上がれ。あ、ひも球のアレバーみたいな。まずい。まずいんかい。なに笑ってんねんお前。最後だと思って冒険してみたんだけどね、やっぱやっぱりダメか。あかん、自覚あったんかい。ほな渡すね。もう少し甘いといいかも。何この時間。それよりもこの嫌な刺激は何だ。刺激？こりゃ前途多難だね。嫌やな、駄菓子屋のおばはん手作りのグミ。でも時間はなさそうだ。時間はなさそう。ほんまによくわからんな、ザックス。北条に合わせてくれって言っただけだろ。なんでこうなるんだよ。新レベル1回狙われてるね。まあまあそうなるよな。
ま、どうせ世界は終わるんだよな。そう思えば何でもできる。あれ、あん時のクラウド似てんだこれ。いらっしゃいませ。どういうこと。いらっしゃいませ。え、なんか急にチャプター14で変な感じになってない？お、こんな辺境にいたのか。消失を受け入れた世界は。エアリス、あれは何だろう。ん、行ってみる。ただ消え去るのみ。ん、消失を受け入れた世界。ごめん、あと一枚だけなんだ。俺たちを撮ってください。私たちお願いします。一緒の写真がないんですよ。私たちもありません。困ったな。じゃあみんなでポーズ決めたよ。一番雰囲気のいいカップルを撮れたら。あー、なるほどね。サボテンダーのポーズしとく。うわ、きっしょ。あ、それはええ、普通。何、もしかして、あ、モデルカップルショータイム。ダンスホールド。うわー、何、ショータイムかな。さーて、最後のベストカップルは、ま、顔で言ったこいつらやんな。死後の世界か。ビッグス、待ってろ。めっちゃ変わるね。あ、しかもビッグスや。あれ、スタンプチップスじゃないな、これ。6番街。ああ、これ何？どういうこと？魔鋼がもうゼロに近い。魔鋼炉は稼働しているのに、魔鋼は上がってこない。あ、それが消失を受け入れた世界ってことか。ライフストリームがすっからかん。俺たちがどうあがこうと、世界は終わるってこと。なるほどね。だから爆破もせずにか。ああ、もう。あ、落ちるぞ。危ない。酔わない。爆発力。今ので終わり。実験でビビって本番でしくじっちまった。全然あかんやん。なんで俺が残ったんだ。なんで俺が選ばれた。見たよな、俺は一人じゃ何にもできないのに。そんなこと言うなよ。やっぱり俺は選ばれたんじゃない。せやな、主人公がお茶もんな。置いていかれたんだ。うん、そういう解釈は正しいと思う。世界的に。そんなこと言うなって。俺を見ろよ。俺はお前を選んだ。だからここにいる。ありがとうな。でもなんで。そりゃあな。北条に会われへんかったからじゃん。ま、魔鋼炉が爆発したら大変だからな。いくら世界が終わるからって放ってはおけない。それもあるけど、まずあんたが心配だった。嘘くさい。いいやつすぎるわ。いや、そうか。俺は何かしたかった。選びたかった。何でもいいんだ。選んだら道ができて、選んだら新しい世界が広がる。俺の人生を取り戻したい。え？おい、ビックス。角度的にザックスが撃ったように見えたけど。何これ、なんだよ。おい、ビックス。これって死ぬよな。もしかして運命ってやつか。
なんだよ、誰が決めてんだよ。お、俺が決める、俺が選ぶ。さよなら。あ、そっち行くんや。あえて戦わない。イエーイ。そっち取るんや。ほんでありがとう。で、写真はもらわへんのかい。どうして俺たちじゃないんだ。なんだろうね、カップル間の欠如。お姉さん泣きそうだし。そんなことありませんけど。仲良くしなくちゃダメだよ。じゃ、残念。じゃあ次は。その前にちゃんと話してくれ。おう。様子がおかしい。町もエアリスも。そうよな。何か知ってるんだよな。じゃあ思い出の場所行く？教会？どこだ？聞きますか。ああ。私の好きな場所。これもう大ヒント。落ちたとこよな。クラウドの。あれ教会やったっけ？その一緒に行こうや。どうせなら一緒に行こうや。ああ、白なってく。あ、ゾックスよ。やっぱ教会や。クラウド。お、ジョニー？ビッグス。エアリス。簡単に選べるかっての。セフィロス。セフィロス。おい。あ、ちょっと。何？何？お前ではダメだ。クラウドじゃなきゃダメ？セフィロス、あんただったのか。この伏線ちゃんと回収してくれんねやろな。今んとこマジで意味わからんぞ。こんなんで終われるか。お、白ヒーラーなった。パッパ花屋。行くぞ。あ、これ世界線変わるんちゃうか。エアリスのテーマか。これめっちゃ花咲いてる。ここに出てくるんちゃう、もしかしたら。思い出の場所はここだ。おう、正解。簡単すぎる。せやな、誰でもわかるよな。思い出少ないからね。これから作ればいい。ええこと言うやん。それ本心？仲間だからな。あ、そうだね。クラウドの気持ち聞けてよかった。私はクラウドが好き。あ、好きなん？でも好きにもいろいろあるよね。この好きはどの好きなんだろう。ザックスが好きなんじゃん。変だぞ。今日はずっと変だ。ほら、ザックスのあの世界にあった花。失礼します。え？その職員室入るときみたいな。消えろ、罪悪感。怖。こんな感じでセフレってできるような。でも
な、泣いてる。ううん、なんでもない。カメラマンの言うこと合ってたやん。あ、リボン。これ持ってて。白マテリアや。大切なものなんだろ。このマテリアがきっと世界を救う。さよなら、クラウド。さよなら。花消えた。え？これ白マテリアの魔法かなんかか、セフィロスよ。楽しかった。あれ、エアリス。ザックスの世界線から。あれ、こっちにも来てるよな多分。ザックスクラウドサイド、黒と白が戦ってる。白もうちょい頑張って。セフィロスよ、これが世界の姿。姿形ありませんけど。出たよこれ、ラスボスみたいなとこ。リメイクでもこんな感じだったな。運命の壁が壊れるとき、新たな世界が生まれる。はい、それがクラウドとザックスのとこよな。別世界やったよな絶対。この星には幾層もの世界があり、はい、生み出された世界はあるものは続き、あるものはすぐに消える。すぐに消える。仮に長く続いてもいつか消える。なるほど、左選んでたらすぐに消えてたけど、右選んでたからちょい長くできたってことか。消えた世界はただ星に帰るだけ。はい、そして星の命をつなぐのだ。でもすっからかんやったんちゃう。命は星を巡る。だが星が消えればそれも終わりだ。セフィロスが大事なのは星と自分。守るためなら何でもする。そんなの間違ってると思う。二つのせ…あ、溶け合ってる溶け合ってる。一つの世界になるってことか。聞こえるクラウド。はい。星の喜び、星の祝福。喜んでんの。違う、これは悲鳴だ。我々はまだ世界の見え方が違うらしいな。お前の力が必要だクラウド。共に運命に抗ってみないか。終末の7秒前。ああ、だがまだ間に合う。これリメイクの最後や。お前次第だクラウド。過去など断ち切ってしまえ、世界はリユニオンする。我々の世界にリユニオンするのだ。ああ、セフィロスはこっちサイドの世界をほんまにしたいってことか。はい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 、リバースのストーリーやな今の。リユニ。あ、クラウド。俺には関係ない。うん、まだそんなこと。仕方がない、手伝ってやる。どうなんのこれ。
まあ本体じゃないんか。祝福をお前に送ろう。おお、なんかワープホールみたいなのできてるって。どこに出んねんこれ。なんでほんでエアリスは残ったんや。どこここ。モヤモヤしてる。ここ異物を持ち込んだのか。あ、白マテリア。これが世界を救えるんか。セフィロスさん、罰が必要だな。お、お仕置き。白マテリア持ってきた。お仕置き。お菓子300円超えましたみたいな。プロフィーラー。え、フィーラー A 倒せんのか。あ、ちょっと倒せてるぞ。何もしてこない。でもじゃあな、戦うしかないし体力もないから勝ち確やん。とりあえず始末するかこいつら。お？あ、白フィーラー。なんなんこの運動会みたいな縮図。黒組と白組みたいな。クラウド。はい、エアリス。また会えたね。なんなんお前。無事だったんだな。なんなん。セフィロスがいるんだ。近くにいて俺たちを見ている。でもクラウドは自分のことだけ考えて。え？俺は大丈夫だ。本当の自分を見つけて。自分のことだけ考えて。え？本当の自分。なんかアドバイスしてくれてる。セフィロスのこと私に任せて。無理やろ。セフィロスは黒マテリア使うはず。おう。止められるのは私だけ。セトラだけなの。セトラだけが黒魔法。何だっけ、黒マテリア消滅魔法やったっけ。はいはい、返します。これあげるね。あ、透明や。ガラス玉みたいだな。なんかエアリス、なんか使ったんか。こっちの世界のエアリスってことよな多分。でこっちの世界で一回白マテリアのなんか魔法を使ったけど無理やったんかな。でもう一回違う世界のエアリスから白マテリア受け取ってこっちの世界のエアリスに渡したってことか。ちょっと邪魔せんとってくれる。白フィーラーさん、仲間ですよね。うわー、なんかもう、え、アルツリス、この時のあれ、ニブルヘイムのL2 やな。なんかパン粉まぶされてるみたいになってるけど。あー、白なった。どういうことや。俺の考察合ってるか。おもれ、これ第3部に続くんやろ。またや。あ、セフィロスが白マテリア取ろうとしてんな。あ、ティファや。
ケットシー。あ、シロがさよならした。クラウド目線かこれ。また違う世界線よ。なんかエアリスが導いてんな、いつも。いや、これエンディングでわかんねやろな、多分。か第三か。エアリス。誰や、ティファか。ケットシー。エアリス、エアリス、うん、戻ってきた。意識。ちょっと待て。クラウド。クラウド。クラウド、大丈夫？ここはいつのどこや？魔法中毒だか劣化だかが行くだけ行っちまったと思ったぜ。世話をかけたな。絵は後でたっぷりしてもらうとして、まずはエアリスだ。この森を越えたところに大昔の都があって、そこにはセトラの祭壇があるんだって。はい。エアリスはそこへ行くつもりなんだ。約束の地か。クロマテリアはセフィロスに奪われたんでしょ。使われたらこの星は大変なことになる。それをセトラは防ぐことができるって言ってた。都はどこだ。エアリスしか知らないよ。霧が濃くてはぐれちゃって一人で行かせちゃった。急いだ方がいいな。これ今どっちかわからんな。落ちた後の世界なんかな。あっちだ。やけに自信たっぷりじゃねえか。運命の導きだ。ほう。ねえクラウド、エアリスから聞いたよ。眠りの森、古代種の神殿でセフィロスにギッタギタにやられたんだって。いや、そんなことはなかったはずだ。おう。あら、じゃあクロマテリアはなんで渡したの。それはなんかもろて、もう一回渡してもろてみたいな感じだったね。そうだな、ギッタギタにやられて取られた。じゃあこれ違う世界線っぽいな。私も応援に行けなくてごめんよ。ユフィ優しいや。まだだってライフストリームあんもんな。これずっと夢でも見てたのか。寝たまんま目玉だけ動いてたぜ。キモ。夢とは違うと思う。何か見てたのは当たりか。ああ、別の世界にいた。ノンレム睡眠ってことやな。ほらな、世界がいくつもあるらしい。そうか。うまく説明できそうにないけどな。神殿で俺も今は聞きたく、落ちた時の世界とは別やしってことやな。今クラウド、この霧普通じゃないよね。普通じゃないな、おかしい。時々フィーラーに見えないか。白フィーラーが霧をあれしてんのか。フィーラーは運命の番人。じゃあエアリスとはぐれて迷うことがオイラたちの運命ってことかな。さあな。白は白でいいもんとかじゃなくて、世界線を守るためのあれか。だから白の世界線は、白のフィーラーは白の世界線の運命を守ろうとして、クラウド、黒フィーラーは黒の世界線を守ろうとしてるだけや。変な考えが頭に浮かんだらすぐに私たちに話してね。はい。変な考えって、例えば私が偽物だと思うとか。その説はすいませんでした。あ、悪いと思わずに相談してほしいの。私でも他の誰かでも。ああ、そうする。だから切られてない世界線があったみたいなことやんな。多分ティファが、傷がなかった世界線もあったよみたいな。セフィロスが言う傷はなかったみたいな。クラウドさん、
皆さんには謝ったんですけど、クラウドさんにはまだやったと思いまして、はい、ゴールド操作でのことをえらいすいません。ゴールド操作、キーストーンは危険な代物やって、ああそれこそのそれね、方がいい思いましたんや。はいはいはい、もういい、忘れる。なあお気に、クラウドさんは寛大ですな。ええよええよ、お前のしたことをどうこう考える余裕がないんだ。そうですか、でもそういうことでしたらサポートは僕にお任せを。おお、謝ったら許すからな、ほとんどのことは。ん、共通してるあれもあるってことやな。でここか、あと 40m あるけど。あ、なんかあるぞ。うわー、何ここ。お、ヴィンセントよ。かつて古代種が集い祈りを捧げたというバスラルル都。バスラルル、かっこええな。お前この目で見られるとはな。お前どうやって来たの、バスラルル都に。うわ、バスラルル都っぽいテーマソング流れてる。ここがそう、はあ、そうか、うん、きっとここが正解。町の名前はワスラルル都。今聞いたこと言うてない。セドラの都があるってじっちゃんに聞いたことがあるよ。じっちゃんやるやん。絶対祭壇もあるよね。雰囲気バッチリ。雰囲気バッチリやな。テーマソングも流れてるし。よし、高音でファーファー言う。探そうぜ。あ、クロフィーラ。あ、白か。あ、角度によっちゃみたいなこと。黒やなこれ。フィーラーかよ。また随分邪魔してくれるじゃねえか。このフィーラー。ああ、黒いやつは運命の番人なんかじゃない。あ、これはセフィロスの手先だ。手先、あれ、早く来い、クラウド。あ、運命を守る世界線のあれじゃないんよ。ああ、高い方のムービー始まった、明らかに。なんだよ映像エグ。これって、おお、これあれちゃん、メテオちゃん始まった。すエグ。セフィロス、エアリス、祈るがいい。なんかしてる、なんかしてる、エグいって。リユニオン、リユニオン。世界は交わり融合する。それ魔法の言葉。悲しみは増幅し星の力となるのだ。ライフストリームや。うわ、ラストステージちゃん、これ。戻ってきた。あ、最大の道、道。こういうことか。あ、白い、あ、もや、警戒されている。白も黒もおるぞ。白はエアリスサイドのってことか。じゃあエアリスの手下か。あ、だからエアリスのことをエアリスが追ってこんように切り出してたんや。あ、そういうことね。じゃあ白マテリアの持つ力と黒マテリアの持つ力ってことか。はあ、なるほど、多分そういうことやな。あ、なんか強いぞ黒より、明らかに。待て待て、巻きつかんとて、巻きつかんとて。アスピラ、ちょっと待て、まず見破ろう。確実に3体以上存在するときにフィールドに魔法陣を展開し、パーティー全員に弱体化と強化効果を付与する。最悪やん。残り2体になるとコアが赤く発光しヒート状態。なるほど、よーし、バースト入った。限界を超える。インテンスブレイクでドン。よし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 、もう一丁 OK。 せーの、
これ当たらんか。あでもヒート状態であれできるぞ。バースト入った、インテンスブレイクでドーン、オッケー、強っ。白ヒーラーめっちゃ来るやん。白マテリアあるわ顔に、よう見たら。そういうことか、これ黒マテリアもんな。まただ運命の壁ってやつだ。これが霧の正体じゃない。どうやって開けばいい。どうする、任せろ。こんなの何度も超えてきたぜ。そんな物理攻撃でどうにかできんの。父ちゃん行ってきまーすってなもんよ。無理無理、まあ無理よな。エアリス、エアリス、フィーラー味方にしたい。エアリス、エアリス、クラウドにセフィロスのあれがあるからかな。エアリス、クラウド行け。ヴィンセントや、うわお前行け。その後クドくんちゃうやろな、ティバのこと。待って、これもしかしてタイマー、セフィロスと。タイマンっぽい、マジか。けどセフィロスはクラウド求めてたよな。生命の神殿、うーわマジか。壁を越えてなんかあるぞ。えっ、これ壊されへんか。お、なんか出てきた、サンゴ礁みたいなのある。エレベーターなんやこれ。エアリスおるんか。セフィロスは任せて言うてたもんな。うわフィーラうじゃうじゃおる。もうハエやんめちゃめちゃハエ。着いた、ついたわ。あ、しかも白ヒーラーや。黒もおるんかなこれ。うわーベンチある。あっこで休んでけよってこと。エアリスはセフィロスを止めるため祭壇で祈りを捧げています。あ、この先には休憩ポイントありません。仲間たち全員の装備、あ、仲間も来てくれるんや。ほなじゃあ装備整えるか。よし行きますか。祭壇であれしてる言ってたな。あれこっちにも道あないか。祭壇ってどこや。エアリスおるってことやもん。じゃあこの先か。星よ、おセトラたち、声でか。力を貸してください。もうセトラは私しかいません。それなのに祈りの言葉も知りません。知らんねや。それを聞くってことや。みんなが好きなんです。だから守りたい。来たぞエアリス。それだけです。濃くなってきたなフィーラーたちが。星よ、セトラたち教えてください。いけるか。R2、 L2 やな。しかもバスターソードに戻しました。なんとなく両方。
殺そうとしてない？え？押したくない押したくない押したくない、どういうことどういうことどういうこと、エアリスもエアリスで目覚ませよ。え、押したの始まらんこれ、押しても始まらんぞ。あ、連打か、連打じゃない、あ、押せないっていう演出や。来るよなセフィロス、上からそれ。セフィロス、おら最終決戦と行こうぜセフィロス。余裕ぶっこいた顔しやがってよこいつ、マジで。フィーラーの壁が合流か。あ？血？切れてる？取れ取れ取れ、ピッチャーライナーみたいに取れよお前。黒と白取られたらもう終わりじゃん。あ、落ちてった。え、どういうこと？エアリス、普通に切られたってことやな、エアリスが。あの最中にそんなことできる？できるか、でもセフィロスやったら。え、抱き方癖あるな。おおお。悲しむな。違う世界線でもやられたってことか。振りもやめろ。ほう、シンクロしてるってことや。一つになろうとしてるってことか。切られてないように見えたけど、切られてたんや。その世界を持ってきたってことやな。何これ、ケアルーラしてくれてんの？エアリス。みんなも放流。血あるのとないのと、サイゼの間違い探しみたいな。さあ始まるぞ。絶対そういうことやんな。乗せた世界が混ざり合うんだ。おうおうおうおお。負の感情は強い。ちっぽけな喜びなど飲み込んでしまい、そればかりか怒り悲しみ憎悪に変える。なんと強い波動だろう。原作ではみたいなことなんかな、これ。元気そうやぞエアリス。待ってろ。え、時すでに遅し。落ちた白マテリアどうすんやろ。もっとも、お前は気づかないかもしれない。黙れ！
ぜな。お前は人形だ。人形。クラウドだけやっぱなんか特別なんよな。あ、これちょっとバトルの演出入ったっぽいぞ、ムービー的に。バトル、うわー、ジェノババースか。うわ、ジェノバライフ。異物排除ってお前がどう見ても異物側やろ。メンバーレフトされた。固定されたってこと。ジェノバレーザー強っ。 ATB ブーストからの青い光見破ろう。調子に乗る。そのエンディング曲みたいなやめてよ。解析不能。耐性はブリザードと、あーなんかあるんやな一応。いた、ジェノバレーザー。とりあえず攻撃するか。青い光、青い光は避けれるな。フレイバー、うわ避けられた。ブルーフレイム、これなんか青が好きやなお前。オーケー、ジェノバウィップ、ビートヒットで、おい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 、いい感じちゃう、いい感じちゃう、結構削れてんで。インテンスブレイクで、あー避けられたか。なんか出てきた、障壁。なんかされそう、なんかされそう。ジェノバレーザーね。障壁ってなんすか。なんか無理か、解析のような。熱っ。ブルーフレーム来た、青い炎。うわー、それ何回もしてくんねや、何回もしてくんねや。70しか食らえへんの。ブレイバー、ジェノバレーザー避けて、おいおい、ちょブレイバー、おい。なんかいまいち盛り上がりに欠ける BGM やねんけど、ちょっとティファでリミットブレイクさせてもらうか。障壁を攻撃しないとあれなんだな、ジェノバライフにダメージいかへんみたいなことやこれ。絶叫、一旦回復。バレットもあれするか。ジェノバレット避けて、全然食らってないな、青い光。アクアブレス、おお、衝撃取り除かれてる。今がチャンスじゃん。異物排除きた。なんか持ってかれる。あー、ディバマジかよ。絶叫やめて。ブルーレム避けて、熱い。ティファおらんかった、何もできひんって俺。回復役やのに。ブレイバー、あ、くそ、2回目のブレイバーが避けられた。青い光避けて、ブリザが避けて、避けて、障壁また出てきた。ジェノバレーザー避ける。ジェノバウィップ避けて、ブレイバーでドン、ブレイバーでドン避けて、なんか使えるか。アビリティエクストラマガジンもやっとけ。ブルーフレーム回復ナイス。ジェノバレーザー避ける。ブレイバー青い光、熱いよ。はい、ブレイバー絶叫やめて。ジェノバレーザー避けれてる。いい感じいい感じいい感じ。はい、もう一丁ブレイバー半分削ったよ。それやばいな。絶叫やめて。さあ、とジェノバレーザー来るやろ。来ない。グリーンか、オッケー。ジェノバウィップ、アクアブレス来た。それなんなん、それなんなん。一回回復しといて、異物排除、いやいや異物排除される。これ逆らわれへんのかな。
これ逆らわれへんぽいな。俺は負けないっていう声も出たし、野球とバトルは声出したもん勝ちやからな。これ障壁出される前に OK、 バスト来た。なめんなよって。はい、アサルトモード、いいよいいよ、攻めて攻めて攻めまくれ。ブレイバーからの、ブレイバーからの、オッケーオッケー、なんか入ったな。こっからが本番やろな多分。ジェノバライフで大丈夫か。おお、異物たち戻ってきた。うひゃー顔それなんやばいな、何頭身やねん。負けられない。ジェノバライフ他にターゲットはないな。オッケーオッケーオッケー。まず見破れんのかなこれ、解析不可能やな。青い光、攻撃は一緒か、地味な。あ、絶叫やばい。おいはいはいはい、なんか出してきたな。ガードでもこんな食らう。痛い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 、絶叫やめて。一旦回復。ジェノバマグス、ジェノバストップ、ジェノババイオがなんかいっぱいいっぱい出してきた。なんかヤバそう。あーなるほどね、あれに食らったヤバさやな。ジェノサイドレーザー、あぶねー。ジェノバウィップ、なるほど。クレイバー回復、リミットゲージ溜まってんな。行くか、一発すぐ溜まるしたぶん。強切り全然削れてないねんけど、ほんま？レーザー来るね、絶叫も来る。はい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 、これは避けれて、ここでちょっとあれしとくか、物理攻撃か、減少、いや減少はいらんか、ブレイブいっとこう。念のため、熱熱熱あ、来た、ヒート状態ナイスや。ジェノバイビッパ避け、あー避けたい。ティーバなんかチェーンアブリでいこう。アバランチランブリゲーお前ら、ま、オッケー、パス入るぞ、ナイス。攻めて攻めて攻めて、ブレイバー、はいブレイバー、 ATB ブーストからの、はいもう一丁ブレイバー。あ、なんかダメ用マーク出てる、ダメ用マーク出てる。ここで以上攻撃しても意味なさそう。なんかやってくんなお前な、ライフってことやから、なんか生命生まれてくるんちゃう。これあかんわ。第三形態か。あ、ティファケット氏？嘘でしょ？いけるよね。ね、右翼、右翼やって。猫が足りません。猫足るな、猫、お前リミットゲージ。あ、モグボックスか。避けて、避けて、避けて、避けて。あ、くそ。やばい、ティファが死んでも。ジェノサイドレーザーはやばい。右翼に攻撃するのむず。避けて、それ避けな。それ避けな、やばいって。まだ終わりない。ケアレルは使われへんねんけど。あー沈黙がかかってんのか。じゃあアイテムでギガポ、諦めない。ジェノサイドレーザー避けて、ギギ解放。何その攻撃、このゴリ押しやな。ガードしてジェノサイドレーザーは見てから避けれる。ギギ解放、ジェノサイドレーザー避けて、ジェノママグス来た、ジェノマバイオがもう来た。バックフリップドン、バックフリップドン、
強すぎ。ケット支配をモーグリ出せ。何してんのお前、変えるか。見てからよければ。オッケー、たまった。モーグリコール。ここでティファに変えて、リミットでモグボックスや。ジェノサイドレーザー、あ、イケ出てるね。オッケー、右翼破壊できそう。ミスった。KR ら回復、ジェノサイドレーザー避けれてる。焦点ラッシュ決め込む。オッケー、 V 破壊。この次はバレットレッドサーティン、次左翼やな。オッケー、バレットはいけるでしょ。やばい、最悪。リミットいくか。使ったもん勝ちやろこれ。いや強っ。ガードガードガード、ぶっ放して。あ、これガードできんのつらいな。リミット溜まってるよ。はい、左翼 V 破壊。さあユーフィーとクラウドか、頭部ね。オッケー、マジでよかった、ありがとうユーフィー。血祭りや。オッケー、フレイバー、あい、あ、相手も疲れた。まずここでアイテム、ギガポーション。あっつ、370に青光。コンボ技かそれ、コンボ技っぽいな。ユフィでいくか。オッケー、クラウド帰ってきた。ジェノサイドレーザー、うえー、そういうことか。あー死んじゃった。溜めて溜めて、マジックでレイズ。ジェノサイドレーザーが範囲広いよな。避けれてた今。ガードガードガード、アイテムギガポー、あっつー、いくか強ギリ。クソ強いな、やっぱラスボス。頭部破壊、全員集合ちゃう。これでラストターンが多分本体でしょう。いや全員集合やこれ。かっこよすぎお前らマジで。さあティファ、ティファがいっちゃん強いねんから、正直攻撃力の面でいったら。おいいねモグリ、これが友情の力やね。9999ロマン。さあメンバージョイン、ラスト行こうか。ジェノバライフさん、なんかクソ出してくるな。いいねいいねいいね、まずはチェインアビリティ。そう、運外装填聞いてないなこれ。もうちょい前でやったんだよかった、最悪。アイテムハイエーテルやな。エアロがなんか効くかお前。青い光連発や。ジェノバウィップ、それだけは食らうねんな俺、やめて。ここか、
ガード敷かれてよかった。ヒートショット入ったよ。うざすぎな、その火の玉。避けて、青光避けて、避けて、バース、あ、クソ、バースラッシュが。指風林火災系、バースラッシュ、ユーフィーマジック、ケアルだ。この距離のジェノサイドは避けれるよ。そう、ヒート状態もったいなかったな。青い光、避けて、避けて、避けて、あ、くそ、ケットしが、うわあ、じゃあこっちや。モーグリコールでマジック、ケアルラ、自分でユフィに変えて、めっちゃ食らったな。ほんでオッケー、この状態がヒート状態やから絶対やばい。あぶねえ、ユフィマジック、ケアル、青い光に捕まったかな、絶対。ちょ、今のうちに、くっそ、今のうちに入れた、ヒート状態のリミットいくか。あ、まあ、無理や、なんか入ったムービー、あ、捕まったんや。避けて避けて、帰ってきたならこっちのもんやで。避けて避けて避けて、オッケー、じゃあ行くか。チェインアビリティ、ソルジャーオンモーグリ、はいはいはい、よいしょ、からのクライムハザード、これバースト行くでしょ、ナイス、バースト入った。ここで仕掛ける、ここで仕掛ける、風林火山も入れる、ブレイバーも入る、マギアブレイクでオアリー、一応ケアルだ、これ勝ったでしょ、オーケー。まだ終わらなそうやな。ほんでセフィロスと戦ってないもんな。なんだ、全回復ありがとう。あの世界や、ザックスや、合流するんじゃん、マジで。どこまで行っても真っ白け、真っ白け。はーい、あ、フィーラ導かれてる、クラウド、うわ、あるぞこのタッグ、固まってる。どういう状況、でも会えてよかった。バスターソード2本、まあ、少し憎たらしいけどね。復活した、近くのメニューが気になる。どこ、ここザックス、こりゃ話は後だね。来た、セフィロス、セフィロス、激アツやん、この二人でやるんか。クロフィラ消えた、また別の世界線か。先端恐怖症やねん、やめて。何この構図、クソかっこええやん。